はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は初めの一歩をハイキングソウル動画撮ろうと思います。ということでね、新キャラ来ましたね。風神として活躍を見せたあの男が星8チャンピオンセコンドとして登場ということでね、決意幕内一歩、セコンド一歩来ましたね。まあ引退してからね、かなり経つんでね、早く復帰をしてほしいと言ってるところですが、まあゲームの方でもね、セコンド版が来ましたよという感じですね。これは素早い椅子出しをするポーズかもしれないっていう、ということで、まあ、ちょっとね、なんか無料ガチャも引かせてくれるみたいなので、まあ、3回ね、これ引いていこうかなと思います。ということでね、行きましょう。ピックアップはもう書いてあります。ということでね、いけ！さあ、一発目。一歩が来れば嬉しいが、どうでしょう。さあ、来い。まあね、確かにね、セコンド新しいキャラが出なくなって親しくて、進化の像をね、希望に変えてたりしたんで、はい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 。まあ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 、一発目はこんなもんでしょう。梅沢くんが、あ、ちょっと待って、沢村来てる！マジか！こんなもんじゃないよ、大当たりだよ、これ。あ、オッケーオッケーオッケー。これは素晴らしい。さあ、次行きましょう。行け！いや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 、まさかね、無料の一番しょぼいやつのはずのガチャで、沢村重なるとは思わなかった。まあ選手のところでね、ああちょっとここ空振りか。まあ一発目で大当たり来てるようなもんなんで、しょうがないかなと、言ったところかな。はい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 。まあまあまあ、ここは素材しか出ませんでしたよと。はい、じゃあ本日ラスト、境地極みですね。ここ行ってみましょう。行け！まあ沢村出ただけで多分かなり戦力アップするので良かったかなというところですが、まあ一歩も出るなら欲しいよと。さあどうだ、一応一回チャンスある。さあなんか装備が出て、そして来い。あー、おー、沢村出る。今日沢村の日だな。オッケーオッケーオッケー、これは悪くない。じゃあ沢村重ねますか。え、最新キャラでプラス3までいくってかなり久しぶりなんだけど、強いよね。これはやばいな。体力235万、攻撃力防御力、11万超え、アンチが113万超え。なんかインフレが進みすぎててもうよくわかんないもんね。あんま数値気にしてないわもはや。さあ沢村、おお、プラス3でだいぶいかつくなったね。ほー、なるほどなるほど。絆は増えてないよという感じか。素材増えたことで強化ができるかなと思ったけど、とりあえずミッションか。ミッション受け取りましょう。進化の像、メダルと勝者の証、そして葉っぱ。これはレベル上がりそうだね。オッケーオッケー、292していく。さあこれで上限解放もする。次はまた葉っぱが足んないよという状態ですね。はい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 、なるほどね。あとはまあ剣玉の装備が一つ出てたと思うので、あれはつけておきますか。誰につけますかね。あれ、ちょっと微妙に、あれか、結構もう重なってるからこれくっつけてもいいのかな。そしたらね、パッシブ強化で、これ強化しますか。 3パーが 4.5パーになる。これが一歩装備してる方かな。逆だったらちょっと面倒くさいんだが、ちょっと待ってね。そうだな、これ、こうすると、いや、あ、だから鍵かかってるやつ装備してるってことでいいんだよな、きっと今のは。だとしたら、まあこれにね、くっつけちゃいますか。 OK、
おそらく、これでね、一歩が装備してるやつが強化されたんじゃないかなと。もう一回確認しよう。ああ、そうだね。OKOK。お、10億超えたね。一歩&先導。沢村もでも8億いってんのか。強いな。ユニゾンでもないのに沢村が強すぎるね。これは。マジか。おっと、実戦総合力38億。かなり上がってきたね。一歩は引けてないけど、まさか今回はね、沢村がめっちゃ出たということで、一気にね、強くなりましたね。あ、鮮度の黄金ケパックなんていうのがある。まあ、買わないんだけど、まあ、ファイトマネーがね、結構今不足してるので、なんか間に手に入るのは魅力に感じてしまった一瞬。まあ、今回こんなところかな。強化メダルに関してはね、もう主人公は強化する余地がなくなってしまったので、まあ、どうするんだろうね、この後。メダルの使い道とかは まだなんかあんのかな。装備に使ってもしょうがないもんね。まあ、そのうち上限解放とかあるのかもしれないけどね。カスタムジムの方も、パーツね、一応交換でゲットできるやつも2つゲットして、少しだけねジムの見た目変わったんですが、まあそこまで大きな変化でもないかなぐらいのとこですね。まあ今回の収穫は沢村でしたね。いや、8億超えって、まあ最新選手でプラス3まで行くならこんなもんなのかもしれないけどね。俺そういえば一気に2人足しちゃったからスキン、あ、いや、そんなことないね。中間飛ばしてはいないか。はい、というわけで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。